はい、ありがとうございます。そんないいよ、かっこいい。あ、じゃあなんか川端さんも意気込みいったらしいので、意気込みを。意気込みなんかないよ。倒すよ。倒す。ありがとうございます。かっこいいっすね、なんか。超楽しみ。そっちいなくなっちゃうからダメだよ。みんなこっち来ちゃうから。あれ、もうさっきのやつ消しちゃった？消しちゃった。あ、じゃあいった、まあ、いやエキシビジョンからどっち時間余るだろうからやろうかなと思ったんだけど、さあ今お互いレバーチェック中ということで、準備ができ次第始めたいと思います。もみお、あれ、もみおのツイッターになんかあったよね。メモ帳として使ってた。オッケーオッケー。配信の URL、USSR みたいな乱儀使いですからね、やっぱり。大丈夫ですか？あ、そうですね。じゃあ想像さんそのまま倒してもらって、パス巻きはそうです、落としてそのまま自動アンド。はい、いけます。普通に上入れっぱで大丈夫です。あいいよ。はい、はい、じゃあ乱入してください。はい、じゃあ、それでは良三龍 VS 川本ザンギ10先勝負。10先。じゃあ始めていきましょう。お願いします。さあ酒の席で決まったこの急遽10先いいですよね。それがやっぱ津田沼エース1つ会って感じがしていい感じですね。さあ 1P が川本ザンギで 2P が想像龍。はい、さあ画面端を押してるのは想像龍。そうですね、まあ想像さんはこれは絶対龍有利だろうっていうことで始まった。さあローロスクリュー、これもね返しづらいんですよ。なるほど、まあ1個ずらしてるからという、ずらしてるからそうなんですよ。なるほど。さあローロー、さあ様子見から台足、通常は暴れると台足が当たっちゃうんですね。なるほど。ただ勝利権には負けますけどね。はいはいはい、あと立ち台切ったアントピから直もみ、ちょっと体力が熱い。1ラウンド目から熱い。あっと飛びがちょっと遠かったかな。そうですね。いやこれもぎ取ったのはでかそうですね。ちなみに昨日僕の竜とやって5先で5対4で川端さんが勝ってます。なるほど。あんま参考にならないですけど、まあいやそんなことないよ、無用の龍強いよ、俺のガイルに負けるけど。さあ飛びが川端さんはまあ龍使って地上戦がもう言うことなしなんで。そうですね、確かにザンギの踏み込みも本当に鋭いんですよ。なんか今の見てからっぽいな。さあスクリュー、さあローキックスクリューと熱いな。さあこれは1ラウンド取って、さあ開幕ハード、開幕ハードに対してはまあダブラリが一番なんですよね。なるほど、見てからできる。そうですね。なるほど。あれ、ローキックの安全重ねを、はい、少々流圏で拒否ることができるんで。なるほど。あれはお釣りがちょっと難しいんですよね。歩いて弾くしかないんで。ああなるほど。はいはい、さあミスったらめくり、あーっとミスった。ちょっと高かった？ちょっと高かったか、そうですね。俺ちょっとアプリの10先のやつね、なかったんだ。あ、ごめんなさい。さあ1本取ったのが想像龍。想像龍ですね。まあ本当にギリギリの勝負でしたけどね。めくりで死んでましたもんね、あれ。食らってて。運が良かった。さあ中足波動はダブラリが確定します。抜けれて、あの距離は、あ、なるほど、はい、先端じゃダメってこと。そうですね、なるほど。おっと飛び越し投げと、あ、今のはちょっと運が悪かった。そうですね、さあダブラリでめくりから、これ勝利負けるやつ。さあじりじりとファイヤーぶつけて、さあダブラリが、中足先端、踏み込みに対して龍側がその、まあ、ガンシャードを強気に打って、はいはい、おっと噛みついた。前ひどかったな今。さあ大足当てて画面端に押し込んでるのは想像龍。意外と龍側もね、この画面端攻めきれないとねきついんですよ。あ、なるほど。強気に打ちたいんですけど、はいはい、飛びもあるし、ダブラリもあるし、かといって待ってるとフラパーもあるんで。あ、なるほど、あれね、確かに意識もう画面中央に行っちゃうんで見えないからね。そうですね、で扉2打食らっちゃうともう致命傷なんで、確かに攻め切りたいところですけど、ちゃんと反応しないといけない。さあ2連勝ですね。さあ2連勝、さあラウンドもストレートで取っていく想像龍。さあやっぱゲーセンにはちょっと行けてなかったけど、まあ家でやっ、かなり練習してたという話を聞いているので、さあ第3ラウンド、さあファイヤーぶち当てて、一気にこれで画面端にファイヤー波動一発でもう画面端なんですよ。そうですよね、きついですよね。なるべく食らいたくないんですけど食らっちゃうんですよね。なるほど、うん、さあ台足すかして、台足とローローは我慢。さあダブラリ出なかった感じですかね。さあうまくローキックに反応して台足をパスしてる。台足がうまいですね。さあまあ龍側が台足を振るってことは、飛びのチャンスでもありますよ。なるほど、すかして台足とか飛んで台台とツーヒットで、一応チャンスなんで、その距離は飛んでもいいです。さあリバサス勝利、さあ青サイ大パンチ、あれ強いんだよ。さあ踏み込みに対して大きい台足、さあ勝利で暴れていきますね。さあリバサダブラリはしっかり、さあこれは愛知です。なるほど、あれは引きつけないとダメなんです。なるほど、ちゃんと引きつけて大昇龍ですね。あ、やっぱ大じゃないとダメなんですか。あ、まあ小でもいいですけど、まあダメージ的に。なるほど、さあうまい。さあこのラウンドは後ろ下がっちゃいましたけど、川端談義が、さあ超うまい、見てから。さあ今のはちょっと立ちスクリューミスですね。垂直も十分強いんですよ。なるほど、いやチクチクこうダメージ取ってきます、ね。さあダメージがちゃ、おっと見てください、最後飛ぶ。さあ1、2、川又取り返す。連勝、3連勝ちょっときついですからね。川又さんちょっと動きがね戻ってきましたね。そうですね、やっぱりここで何連勝か最初に取られちゃうとちょっと精神的にもきついと思うので、ここ負けるとのと勝つのは全然違います。そうですよね、3連敗と1勝2敗。さあ想像さんも、おっと大王戦に対してローキックスクリューを結構ガンガンやられると、もう龍側も結構起き上がり昇龍竜巻離したくなるんですよ。そこをザンギ側が咎めれば、なるほど、まあそこ咎めちゃえばまたスクリューが入ってくるようになると。あーっと今のはしょうがないですね。シンク出してなかったら、まあ龍側からしてもあれは出したくなるシンクですし、ザンギ側からしてもあそこは歩きスクリュー行きたくなるんですよ。なるほどなるほど、それがちょっと噛み合っちゃったって感じですかね。さあおっと、さあ人読み入れ替えたのはでかいですねこれ。さあ想像勝ちか。さあダブラに当てて、これは勝利で通常投げですね今。なるほど、スクリューより通常投げでいった方がその後の、まあ、状況が良くなるパターンもあります。まあ、噛みつきは正解ですねあそこは。さあゼロドットがダブラリは出ないと。13ですね。4試合終わって川又1、想像3ですね。ダブラリの精度がね、やっぱこの対戦にも如実に現れますからね。もう見てからダブラリかなり、見てからダブラリもそうですけど、あとリバサ竜巻に対してのダブラリと、あと仕込みに関しても、はい。ダブラリー仕込むって相当難しいと思うんだけど、あれは練習すれば僕でもできるんで。僕でもあなたエクサ優勝してますからさあスクリューと、あとこれはちょっと地球に優しいセロ様リスペクト。さあやっぱりあの方向制御はやっぱ重要ですね。そうですね、方向制御はかなり重要です。逆に押され始めてきちゃってましたね。さあ東蔵さんがここは安全圏内に波動を打って、ダブラリで全く当たらない。おっとここはフォトゾーン、スクリュー行くか行かないかのゾーン。ファイヤー当てて、さあ東蔵さんも結構取り戻してきたんじゃないですか。そうですね、勝ち星が東蔵さんの方が多いので、ちょっとこう余裕も出てきた。まあでも勝ち負け見てたら結構東蔵もないっていうか、ミスで勝ち負けになってるっていうところもあるんで、そのミスを鎌田さんがうまいことを修正できれば。そうですね。さあ大将にパナした、あっと安い、これ大足を真空を立ちガードすると大足確定なんで。なるほど、そうですね。今東蔵さんがちょっと大足を見せてた。おースクリュー、これです。なるほど、鎌田さんのこの関西の某最強ザンギのリスペクト。なるほど、さんも好きな。さあうまいぞ、これは確定と。確定ですね。さっきまでそうですね、あれできてなかったので、あれはそうですね、弾きで。さあ波動拳、あれでもうピオリーチなんで、もうあと白波動食らえないんで。さあ竜巻昇竜と、おっと暗い投げられ、あるあるですね。23ですね。さあ拮抗してますね。9対9かな。はい、純粋な10先でいきますね。友の道はジュースあります。ジュースですあそこに本人いる。さあ手を打った。さあちょっとミスっちゃった。ゼロバットから、さあゼロバットの場合はローキック安全重ねバニシングで確定です。あ、なるほど。処理出してたら使って、みたいな。ローキックもガードした時点でもうバニシングの削り確定なんで。なるほど、連続ヒット。お、うまいぞ。ローキックをちらつかせてスクリューと。なんか川本さんの動きがいいぞ。勝利点はしょうがないですね。あれはもう当て方によってスクリュー入る入らないがあるんですか。昇竜の2段目がカス当たりになっちゃうと、カスガードになっちゃうと反撃がないんで、ほとんど。じゃさっきとかバニシング漏れたら確定ですね。さあ熱いゾーン、ここ激アツゾーンですか。やっぱり激アツ、あれはスクリュー1回かまいかのゾーンなんで。確かにそうですね。しかも体力的にも一発食らったら死んでる体力ですからね、竜は。あの距離って竜って多分見てからじゃなくて沖の台足で拒否ないと無理なのかなって、もしくはありえないかもしれないですけど、竜巻ぶっぱとか調達ぶっぱ。なるほど、これも見ておくとザンギ側も歩けスクリューと。あ、これは台足確定側が、あれ歩かなくても大丈夫。歩かなくてもその場で台足で OK です。さあ体力がきついですね。ああ1、ああいうち24。さあ24ですか。24です。24ですね。あ、でも川又さんの談義もいい感じに。そうですね、いい感じの試合運びですけど、あとあと布石を打ってるような場面が多いので、後々それが生きてくるんじゃないかな。ダブルスクリューと、優しいのはしょうがない。もみおの方向制御はすごいですからね。あれはやっぱ本職なんでしょうね。さあダブラリ、さあ昇竜であくまで暴れる。大ボスだったパイルで拒否ると。なるほど。さあ中ボス、あの前の中ボスは割と見えないですね。一応ダイヤショーの2択なんで、多分スクリュー前外だと思います。さあ、大足深めに当たってスクリュー。まあこれは確実にダメージを取る選択ですね。あそこの距離のガンシャードはもう完全に見てからっていうのは難しいんで、ほとんど爆地で打たないと当たんない距離ですね。もう先読みで、そうですね。さあうまいぞ。さあ布石が効いた。そうですね。3、4、さあ追いついてきましたね。ああすごい、めちゃくちゃいい勝負ですね。申し訳ないですけど、ホッケより結構いいんじゃないですか。さあ、激アツカード、ザンギリュウと、ローキック、ローキック、さあ、ダブラリで、さあ、大足も混ぜてきましたね。さあ、リュウの、飛びにダブラリが刺さってるのは、おそらく、ジャンプ大キックで飛んでるからですね。あ、なるほど。あれはジャンプショーパンで飛べば、低スイッチを押しながら、3段がちゃんと入るんで、できればジャンプショーパンで飛んだ方がいいかなって。おお、木さんが来ましたね。いいよ。ああ、まさかの鈴木さんが来た。鈴木さんが来ました。すごいな。みんなここ西日暮里じゃないんですけどね。さあ、待ってるブーツがここ。あ、ピョッタがドクロだった。ドクロは間に合わないさすがに。あれ確定じゃないんだ。青波動って距離の青波動ってスクリュー確定じゃない。スクリュー確定ですね。ですよね。まあでも体力的にもちょっと厳しかったから、ワンチャン通れば、ただザギはやっぱ一発が入っちゃえば全然いけると思うんですけど、なかなか難しいところもありますよね。なかなかその距離調整というのがね、やっぱこいつの体でかいですからね。まあ確かに。フライ判定とか。しゃがむともりっとでかいんで、そこがきついとこですよね。さあここはしっかり、今のも大足先端がかなり遠いところで当たってますからね。他のキャラの 1.5 倍ぐらいその距離を保たないと。うわっと、うめえなんだよ。ああもりっと。さあ4対4、追いつきました。イーブンです。追いつきました。イーブンです。今の歩き大足はね、素晴らしい。すごいですね。すごい、あれは食らったよ。うん。しかもあそこで食らうとちょっとやっぱり心が乱れますね。大足ってなりますからね。やっぱ全身力ですね。そうですね。この足の遅いキャラであそこまで近づくのは、それまでのプレッシャーがないといけませんからね。ローキックは中足の先端同士だと確実にローキックが勝ったんで。あ、なるほど。はい。さあ受け身がない。めくりからショーパン、ショーパン、ショーパンと。まあガードされてもそうですね、クラしてスクリューとか、もうああなると結構龍側は厳しい感じになっちゃう状況でしたね。さあ東道龍がちょっと押されてる気持ちもありますが、さあただこのラウンドはいい感じに画面端に、この画面端がちょっときついんで、残機のしのぎ方次第でちょっと戦況がガラッと変わっちゃいます。そうですね、このまま押し込められちゃうと、真空も持ってるんで。体力も、さあ、ダッチダイキック、安定です。強いですね。ダッチダイキックは一応、ダイエットスクリューで使います。あ、なるほど。はい。まあ、万能ではないと。まあ、そうですね。できるのは少量がいいですけど、あのくらいダッチダイキックでいいのかな。一回スクリュー食らっても別にみたいな。確かに、体力的にも全然大丈夫ですしね。そうですね。さあ、殴り合いですね。さあ、ダブラリと。ダブラリを当てた。あっとミス。ちょっとミスったが。おー、うまい。ああ、うますぎる。さあ、逆転。4対4。さあ、ここで星が川又さんの方がちょっと一個。そうですね。上がってきましたね。大足スカリにスクリューは。いや、完全に見てましたね。まあ、あれちょっと大足。だったとしても体力残っちゃうから、スクリューだったら死ぬっていう。そうですね、大スクリュー、しっかりきっちり大スクリューだったんで、しっかりもう最大ダメージを取りましたね。やっぱそれうまい。中足の出がかりに大足が刺さりましたね。さあ、うまいぞ。谷村、さあスクリューと最強。あれはもう完全に竜巻とか昇竜とかを潰すバニシングということで。まあほとんど暴発ですけどね。なるほど。当たっちゃった、要はバニムラです。なるほど。このバニシングは本当か、バニムラです。略してバニグラというバニグラ、そういう由来なんですね。さあ昇竜アスタル、これはきついですね。さあ今フラパーでちょっと遊びに行きましたけど、そうですね、ただあれ食らっちゃうとかなり、あ今はまあ分かりますからね。はい、さあ差し返す、完全に川又ペースだが、そうですね、ただ想像竜もまだ、真空ミスか。さあ真空でこれは確定と、さあダブラリは出ない、あれ出ないんだよ。まあねこのゲームしかもダブラリですから、ダブラリはボタン話が効かないんで、もう一発勝負なんでチャンスがね、一回勝負っていうのがきついところですね。このゲーム唯一ですよ、ボタン話効かない必殺技って。確かにね、ブランカとかバルログですらボタン話聞くのに。そうなの？三つ星が。マジで？聞くよ。マジか。談義だけ聞かないのはちょっと腑に落ちないですよね。お電話ですよね。さあ、今のは、なんか暴発した感じですかね。今のはでも、足払いすかしてファイナルアトミックも可能です。なるほど。先週かなアトミックボーイさんがなんかめっちゃやってました、ね、めっちゃピカってましたけどね。光ってました。さあまた星が並んだ5-5。さあそうですね、さあ激アツ、さあ大足と、さあまたバニムラ狙ってやってるように見えるんですけど、違うんですかね。バニムラがいい感じに起用するが、まあ、当たれば最大のリターンですからね。めくりのおまけ付き、さあ見てから、今のは完全に見てから、中足波動をしつこくやるとはやってお釣りが来たんで、龍側も中足当てて波動を打たないで前進して大足とか、ダブラリを誘っての行動が必要になりますね。そうですよね、ちょっとずつ変えていかないと。そうですね、同じやつだと、さあ時間が若干残儀有利だが、守り勝つ、ザンギが体力リードを守るのはかなり難しいんで、まあそうですね、飛びもう遠距離に行ってしまうと結局、ダブラリでかわせるとはいえ、このキャラ守りに徹するタイプのキャラじゃないんで、まあ確かに攻めに特化したキャラなんで守りが薄いんですよ本当に。まあがっつり攻めてダメージ取っていこうぜっていう。そうですね、ただその取りに行くのにもかなりのプレイヤースキルが求められるっていう。ファイヤー波動、画面端に押し込んでいけるのは想像流。ああ勝利が出ないぞ。さあ真空で逃げる、さあ大足なんか文句言ってるけど、さあ想像さんちょっと言わせてもらいますけど、対空昇竜が出てない、そうですねうんって、リバサ勝利はすごい出ますね確かにリバサ力はすごいですね、多分とっさのことは、ね、さあごちゃらせ、さあもみっとありがとう、もみおありがとうスペシャル、略してもみスペ、もみスペ、ただもんでるあれね、竜巻出しても潰れるんで、あそうなんだ、そうもう昇竜しかないんですよ。じゃあもみスペ強竜か投げ返しかどっちかですね。6-5、はい、じゃあ川又さん逆転、2回目の逆転ですね。本当に9対9までいくんじゃない？ね、いきそうですね、完全にこの調子だと。いや、やっぱりね、竜歩いてくる竜フェイロンでかなりのトッププレイヤー層なので、さあダブラリともう完全にダックペース。この体力差でも一応逆転はありますからね、龍側は。なるほど、まあ、変な話、真空当たっちゃえば、そう、まあ、真空あるんでね、うまいぞ、龍の前進に対しての起きローキックからはじきスクリューですね。なるほど、なんかもうやっぱそこら辺の細かいテクニック、すごいですね、やっぱザンキが、やっぱよく画面見てる人なんで、やっぱ。まあそうですね、ちゃんと画面見ましょうってことですよ。大足しっかり画面見ないでレックとかパナさないで。いや見てる見てねえだろ、やっぱキャラザ覆すにはやっぱりそういうことやらないとさ、ザンギフェイロン8-2でザンギ有利だからダメなんだよ。さあ大足、さあパイルと死んだ、さあ7-5、さあこのラウンドかなりいい感じに持ってきましたね。さあ想像さんがこれでこのラウンドでちょっと精神やられなければいいんですけど、ね、7号です。川又さんが2個リード、ちょっと余裕ができました、うん、そうですね、もみをありがとうっていうぐらいの余裕が出てきましたからね。さあこの対戦はザンギが有利な、そうこれです。なるほど、はい中足ダブラリ、あれは大足だったらもう当たらないんですよ、あの距離は。中足だと当たってしまうというね。さあ昇竜拳、まあこれは切り返す。さあ体中がちょっとあれですけど、さあリバサは出るな、本当にリバサ昇竜はすごい精度。さあ大足と、さあまあそうですね 2B なんで出しやすいっていうのもあるのかもしれませんね。そうですね、まあ言うて支援客出してますからね。さあ昇竜で暴れる、竜巻で暴れないですね、一体あんまり。昇竜拳ほぼ一択みたいな、まあ、あのバニジング見てからだとださあ真空読みのダブラリでしたが、まあここは出さないで、さあ76、さあ76といい感じですね。本当にいい感じになんかテロップ出したかったね。なんかそうです ねただちょっと言ってもちょっと分かんないみたいなことを言われた、多分ね出せると思うんだよな。76で迎えた第14戦目ですか。そうですね、さあかなりいい感じの激アツで勝負になって、うまいな、よく見てますねやっぱり。さあ心なしかプレッシャーのかけ方が、そうですね、もうメイン級のあれですよね本当に。さあパイルと、あ受け身がないぞ、これはさあこれはちょっと高かった。でもあれだけ高くないとめくれがちょっと分かっちゃうんで、振りづらいっていう裏ガード安定とかになっちゃうんで。なるほどなるほど、はい、さあ右から、さあゼロロットから、さあ真空で拒否る、投げる。さあ画面端に投げて、さあ想像さんも空気の行動まだ諦めてませんね。さあ大足が、あ大足じゃない大昇竜が誘っちゃいましたね。さあまあさあ2ヒットでこれでちょっとピオリーチだがワンチャンあればというところだったんで、まあ内容的にはね。さあ中足に差し返す、うまいぞ。さあパイルで受け身がない、さあピオってあサービスだ、まだわかんない。さあ昇竜が出ないと86です。さあ86ですね。さあでもいい感じに拮抗してますが、やっぱり川又さんのザンギの方がプレッシャーのかけ方と前半のなんか貯金が効いてる感じがしますね。確かにそうですね、最初ちょっとあれでしたけど、うん、許してる行為をこんなもんっていうか、相手の動きが分かったってところでガンガン前についていく。そうですね、一番こうやってる側としては一番きついかもしれません ねさっき通ってたのにあれ通らなくなってるっていうのは。今立ち上がりをしました、やっぱ画面見てますね。大ゴスが何かを潰したんだろうな、強すぎるだろう。何を潰したんだろう今。大ゴスの2段目超美味しい。美味しいですねあれ。フェールも欲しいな。さあ中足アドと。ちゃんと2ヒットする場面だったら中足アドは打っても大丈夫です。なるほど。電眼になるんで。先端だけ危ないっていう感じなんですかね。そうですね。さあ昇竜で暴れる。そうですね。さっきから本当にリバーサル精度は本当にかなり高い。素晴らしい。そしてヒット率がうますぎる。大足使ってスクリューと最大。さあ若干使ったぞ。さあうまい画面端に押し込んでいる。さあここはリューペースか。そうですね。さあこの波動ストリームはちょっときついですね。さあファイヤー当たってしまって、あと真空削りが確定だったが、ちょっとミスが響いた。こいつはやっちまった感じですね。川又ザンギがそこに突き込んだ。そうですね、まあ切り替えていけば左手から、さあバニウラがとうとうドッキリ踏まない。あの推力もねなかなかいいんですよ。あれやられるとちょっと龍側もってなりますね。やりすぎるとまあバレるんですけど、たまに負けるのはいいぐらい。確かに。さあいい感じに画面端に押し込んで、さっきと同じようにスクリームで固めていってますね。さあ、いい足。まあ、ここはシンク、おっと、うまいぞ。シンクを使わせて、まだドット残ってる。眼光が鋭い。さあ、お釣りがない。さあ、中足、大足、歩いてくんだろっていう。気合で取り返した、東蔵龍。8-7ですかね。8-7。さあ、勝ったり負けたり。あるな、これ。10対9。さあ、見応えばっちり。サブキャラなのに見応えばっちり。お互いサブキャラなんですけど、サブキャラなのにメイン級の動きをするお互い。さあ、やっぱり想像さんの龍もまあミスはあるにしても、そのミスが致命傷にならないミスにならなきゃ大丈夫なんで。そうですね。たださっきの想像さんのあの波動削り、そうですね、波動拳、真空波動拳、あれでミスって流れがもういっちゃうってことあるんで、でもそうですね、あのラウンドで負けて取り返してからかなりいいことになってますね。余計なことした。さあ、想像が叫ぶが、ああ、まあ、運がいい。お互いに出なかった同士ですね、お互いに。あれ竜巻だったらまた美味しかったんですけどね。確かに。あれ竜巻言ってたら確かに美味しかったですね。さあ、ファイルで。さあ、ここはイケメンある。さあ、波動拳。大足。さあ、川又さんはローキックがちょっと潰れるかなと思いつつ、タクションパンを混ぜてもですね。あ、なるほど。タクションパンを混ぜると、まあそのローキックにその大足とか当たらないんで。あ、なるほど。かかるんで。それからどうするかみたいな。おっと、取り返す。8-8。8対8です。さあ、ここから2回。8対8。さあ、これはいい勝負ですね。ここからがね、トッププレイヤー同士のその根性値の長さが、まあそうですね、見れるところですね。お互いに根性値が半端ないので、離れしてる2人なんで、やっぱりなんか逆に想像さん、さっきのその波動真空波動っていう削りをミスってから動きがなんかいい感じになってるような気がしますね。なるほど。ミスって、おっと、あーっと中足ラリーをミスったが、さあ踏み込みが鋭いが、それをうまくこういなしてますね。さあ、中足、あ、ザンギのこのワンミスで持ってかれるんでね。いや、でも今は想像さんの龍のいなし方が良かったですね。全部正解を引いた感じでしたね。中足波動と白波動アレピオリーチ。さあ、まあさっき言ってたやつですかね。飛んじゃうですね。ああいうずらす。適度にばらまくのがいいって言ったんですけど、さあもむ、曲もみ。さあ勝利を出して。曲もみはただシンク溜まってるんで危ないところではありますが。なるほど。さあ、うまいぞ。アン飛びから、そう、これです。これです。なるほど。ももう落としたっていうことですね。もも落としたら、このモーションがね。なるほど。8、9。さあ、リーチですね。想像さんの龍がリーチです。想像さんが激アツリーチをかけたところで。さあ、わかんないですね。信頼度 80% ぐらいですね。高い、それ。高い、たまに外れる。うん、20% だからね。さあ、差し返して。さあ、ちょっと遅らせての竜巻でめくりはガード。しかし川又さん 2P 側に行ってしまったので、見てからダブラリー。さあ、直もみ、大足、おっと引きつけるダブラリー。ワンチャンはさせねえ。さあ、出るなダブラリー。やっぱ精度も高い。さあ、出るぞ、精度高いぞ。さあ、それはまあ、おっとフレームバスター、レア技。やっぱりファイヤー波動拳というのが強いですね。ファイヤー波動拳汚ねえからな。対して川又さんの残儀は見てからダブラリの精度が非常に高い。非常に高いですね。ダブラリの精度が非常に高い。当たりまくってますね。さあ、これはリバーサーダブラリと本当に見ている。あーっとスクラッチだ。さあ、ここは9対9。いやー、素晴らしい。泣いても笑っても最後です。やばい。いや、本当にいい勝負ですね。泣いても笑っても最後です。いやー、さあラストマッチ、やっぱり名勝負になると思ってたんですけど、9級ですか。行きましたね、9級。すごい。さあどっちが勝つ。そうですね、泣いても笑ってもこれが最後ですよ。はい。大足、意表ついてきましたね。あの全身大足はね、本当に。さあこれ上待ってると。からが本当に強い。さあ中勝負だった。ちゃんとスキル入れる。まあこれはいいです、大丈夫です。ダメージをきっちり取って。さあ青波動、まあピオリーチ。大足。そうですね、なんか中足すかして大足っていうのが本当に差し替えが本当にうまいです。さあ中足でチクチク削って画面端。あーっと。今のはローキックスクリュー、うん、ワンチャンありましたね。ありましたね。うん。100スクリューも死んでた体力なんですけど。さあ、総合龍がリーチ。さあ、完全リーチ。あとね、入れられだった。ブロックとバックジャンプ。さあ、ダメージ的には。さあ、確定。さあ、いい感じですね。さあ、大足。さあ、これ食らっちゃうね。真空食らってしまった。まだ大丈夫。まだ大丈夫です。さあここからは残機が遠いところですね。さあローキック連発、なんとかゲージをためた。いや10対9で総合龍の勝利。さあいい感じでしたね。おめでとうございます。じゃあ想像さん、さあそうですね、想像さん、じゃあ一言。やばかったね。すげえいい勝負でしたね。まあなんていうかちょっと分かんないけど、まあなんだろう、対策してきたものは出せたは出したんだけど、途中のすごい負けたところで、シロさんがちょっと後ろにいてくれて、ちょっとアドバイスくれて、あ、なるほど、そこからなんか最後の落ち着いてできるようになって、なるほど、なるほど、そう、本職人のアドバイスはやっぱり、多分すごい一気に負けたところ、多分あると思うんだよね、そうですね、だいぶ何連敗ぐらいしたことがあったんで、ここら辺、そうそう、そこら辺が多分結構きつかったところで。でそこの時にシロさんがもそっと中足使ってけみたいな感じでアドバイスくれたんで、なるほど、それだけですね勝因は。いやでもそのアドバイスがあったおかげですげえいい勝利でした。9対10なんで下手に緊張しました。激アツの戦いでした。いや本当に面白かったです。じゃあもう一度皆さん拍手でありがとうございました。ありがとうございました。いや